ラグジュアリーブランドが多くある中で、他のどのブランドにもできない、レクサスにしかできないものづくりが我々にはできる。制約がなかったらレクサスはどうなりたいんだっていうトライをしたんですよ。私が次の次世代のレクサスの始まりだ。今までのルールで仕事してたらこの車は作れないんだ。レクサスは、ラグジュアリーブランドなんだけども、そのラグジュアリーでボーリングではいけない。ことをやると、物事の本質を突き詰めると、それは美しさにつながる。